ヒクソスに勝利したことを記したカーメスの石碑。カーメスは古代エジプト第十七王朝の最後のファラオ。第十八王朝のイアフメス一世は弟である。父はセケイエンラーター二世。不王を挑発して誘い出し、戦死させたヒクソスの第十五王朝と戦った。この戦いにおいて王は自ら先頭に立って進撃し、アポピソーとの戦いに勝利を収めた。 カルナックのアメン神殿に奉納された勝利の記念碑はこの時の勝利を記念したものである。しかし、外戦直後に亡くなり、ヒクソスを完全に滅ぼすことはできなかった。悲願達成は弟のイヤフメスに受け継がれる。治政初期にはヒクソスと対決し、統一を回復するため軍備の拡張に全力を注いだが、あまり理解は得られなかった。しかし、 それでもヌビア遠征を行って、これを続国化するという大きな成功を収めている。この成果は第2十王朝の時代まで失われることはなかった。このヌビア遠征と同時に、大地震は直属の水軍を率いて内流を北上し、各地の軍団を合流させつつ、第15王朝の領域に進撃した。国境を越えてヌビアから第15王朝への軍事援助を遮断した後、 急進して、敵手とアバリスをつき、大打撃を与えることに成功した。しかし、事前の準備が不十分だったため、この軍団は、兵力、その人も不足しており、陥落させるには至らず撤退を余儀なくされた。ありがとうございます。